さあ、ポケモン SV やっていきましょう。今回はエクスレッグ回ということで、誰もが一度はたどり着く回答ですね。というのも、テラスタイプ虫、何かに使えないかとか考えたことはあるのではないでしょうか。すると、巡り巡ってエクスレッグ、このポケモンにたどり着く人も多いのではないかと。というのも、虫タイプにするメリットとして出会い頭の存在があります。これは、場に出て初手のみ使える神速をも超える威力を持つ技ですね。はい。ただ初手でしか出せないので嫌な音を使ってからだとか無理ですね。なので使いたかったら本当先発投げて出会い頭、一旦戻して出して出会い頭と、かなり使い勝手が悪そうな技で実際良くないんですが、このエクスレッグはなんと色眼鏡という特性を持っていまして、こちら効果が今一つの技を通常能力で出すことができるとありますが、これどういうことかっていうと、今一つの時威力倍です。はい。なので4分の1は2分の1になるわけですね。なんで開幕虫テラス出会い頭が威力2倍で今一つ無視して飛んでくるわけですよ。なのでまあ痛い痛い、交代して有利なやつを出したつもりが色眼鏡なので、まあ痛い痛い。なので向こうこそ無視できませんが、結構強烈な火力を叩きつけることができます。なので道具は命の玉にしていますね。今回のビルドはこんな感じにしているので、正直嫌な音がどうなんだろうなってところあるんですよね。普通のアクワザが欲しそうな気がしますが、まあその辺は実際の試合で確認してから変えていこうかな。で、嫌な音を採用した理由なんですが、まあ出会い頭が非常に読まれるということで、これしかないんですよ。逆に言うとエクスレッグで他の方は現状ないでしょうね。はい。なんで出会い頭を打った後におおよそ交代されると読まれがちだと思ったので、そこを嫌な音を発してからの不意打ちかかと落としで勝てる対面もきっとあるでしょう。はい。そういう意図で入れました。で、他のポケモンも今回はいろいろ使っていきます。はい。そんな中でこの虫ポケモン代表としてね、かっこいいところを見せていただいたらいいなと思います。どうぞ対戦よろしくお願いします。お相手はなんかあれですね、巨人オーンですらぶっ飛ばせそうなやつが多いので、先発エクスレッグぶっかましていきますか。で、ラウドボーンが怖いな。でも特殊多いんだよね今回。腹いっとくか。出番ですね。よろしくお願いします。エクスレッグ君の超火力が未来を切り開くと信じてよろしくお願いします。で、今回の録画はちょっといろいろと特殊な事情がありましてね、なんか空白期間が空いた時にでも喋らせてもらいましょうか。今じゃねまさに今じゃね。まあ言うと1時間近い録画データ全没になって、そう、映像データがずれてたの、音と。なんかこうね、映像の方だけ 0.97倍速みたいになってて、じわじわラグってくるみたいな厄介な代物でな。要するに修正不可能でな、せっかくの濃厚な試合から選び放題だったエクスレッグ君の試合が生き残りたったの1試合になって試合数足んねんだわ。なんで今撮り直してるところでね。うん、まあエクスレッグ君の実力に疑いの余地はない、そこはご安心ください。ただ一発撮りでこれ終わらさないといけないので、スリルと緊張感はやばい。セグレイブチェイス。セグレイブ君って陽気ですか。ちょっと待ってね、エクスレッグの素早さは92なんですけど、セグレイブいくつだっけ。87ってことはかかと落としは入るね。だけど打たねえ、そんな怖え技。ひよってるやついる？俺めっちゃひよってんだけど。240の方がさすがに威力はありますよ。ひよってねえ、頼む。よし、うわー最悪。もう変えてんじゃねえよタイプ。あらー、あんま変わってない。おいおい、色眼鏡なんだから出会い頭さ防げてねえんだぜ。それぶっ飛ばしてやりてえが、お前の耐久に対しては無理だと判断した。かかと
ぐ、ダメか。リュウマイ。よし。出会い頭でも結構な致命傷を受けてるわけですよ。でもやっぱさすがにセグレイブの耐久ってこいつ結構やばいんですよね。ガブ級に物理耐久あるから。エクスレッグ君の出会い頭のメリットは今一つとかを貫通するというところにある。そこら辺は重要なところですね。鋼か。ここでつぶ手は飛んでこないと願おう。不意打ちだ。いざ。よし、オッケー。まあ体力残りまくってますからね。ここで不意打ちを見せたということがこの後の試合に影響あるかもしんねえから気をつけろ。とりあえずあの強敵セグレイブおよびテラスタル粉砕したのは超偉いと思うぜ。チーズ。ロン毛か。ろくでもないやつだ。逃げ帰るぞ。なので今例えばセグレイブ君が、あ、こいつとは戦いたくねえって、出会い頭と不意打ちあるしなみたいな、そういう時にロンゲに逃げ帰っても、まあロンゲは当倍だわ。畜生、説明ができねえ。まあええ、ステルスロック挑発来るか。カモドレパン。貴様のその程度の火力では壁が消えるまでじっくり料理してあげよう。そして少しでも傷ついたらあとはエクスレッグが全部ぶち抜いてくれるさ。回復するぜ。下手したらもう降参ですよねこれ。予想外に痛い一撃を食らってもうおおよそ全てを失っているのだ。ラウドボーンか最後。やはり選手強みは決まっていますね。ほらほら塩漬けだよ。思いのほか硬ってえなあれ。うん、そんなに硬いのかあれ。抜群にしてはあまりにも通り悪すぎないかあれ。まあそんなもんか。塩漬けは効果が発生している。まあこのまま地割れしてもいいんですけどね。なんかいつも通りすぎて味気ねえ気もするけど、正直安定卓ではあるからな。ラウドボーンはね、あのエクスレッグが苦手なポケモンの一匹です。4分の1はさすがにきついというやつですね。なんでここで料理してあげないとな。フルデアさん。わお。ま、消えていただこうか。向こうとしてはもうフリアソング以外打てないだろう。塩漬けでダメージを受けはするが、悠長なことをしていたら地割れ食らって終わっちゃうから。あ、思い出した、壁あったな。そういえばあまりにも空気で忘れてたや。あんなもんほっといたら消えるし、なんならこいつには何の影響もねえ。急いで落とさないと死ぬわよ。おお、怠ける、男気あるな。一回地割れ増えますよ、いいんですか。どうやら 50% は大丈夫だったみたいですね。ではさらにこの次はどうかな。 70% かつ 50% 引かないとダメなんだぜ。ふっ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 、そろそろ当たるぞお前。さ、3回目の地割れだ。必然的に当たる頃合いだね。なに、4発目ともなるとさすがにもう合う合うよ。3回連続で外れるっつったらむしろなあ、そっちの方が珍しいぐらいなんだが。塩漬けガンタをじわじわと蝕むぜ。もう一撃、フレアさん、まだまだ行くぜ。4発目くらえ、さすがに。つうかさ、エクスレッグくんかかと落としただけで全然色眼鏡としての試合になってないやん。仕方ねえな、この試合はもう勝ったし、とっておきの映像に移行するとしよう。どうぞ。はい、というわけでありました、映像データ壊れてなくてよかったということで。でもこれ昨日の試合だぜ、危ねえ危ねえ。エクスレッグくんの色眼鏡という特徴を紹介する上では
相手が程よく今一つである必要があるっていう、実はね、動画映えさせようとすると厳選が必要な厄介なポケモンではあったわけだ。よろしくお願いします。ただ試合内容をもう覚えてねえから、なんか今回は皆さんと視点が似ている感じでやっていきますね。ここに関しては後付けだし、あ、この試合後付けってことはエクスレッグ活躍するんだなと、まあするよするに決まってな、わざわざな、その映像データないから拾ってきましたって言って活躍そこそこってなったら、何しに来たやんお前ってなるからね。ここは存分に暴れていただこう。映像データ間違えてない限りは大丈夫です。さて、まあエクスレッグ君の特徴はさっきも言いましたが、2分の1であれば無視して等倍で通す理不尽火力なので、ちょっと音がでかすぎるぜ。よろしく、サザンドゥーラ。こっちは使用。意外とさ、自分でそのリアルタイムで選んでない時は何選んだかとか飛ぶもんだね。まあステロ巻きに来たんだろうね。トンボ、ひどいことする。サザンドラもいろいろよね。ラスターカノン持ちとかも少なくないはずですが、今回のサザンは対面有利を重視したか。なんか苦手なやつがいるんですかね。お相手の後ろから出てくるのは、とりあえず巨人くん一発は耐えてくれるので、テラスタルでいきなりラスカのぶっ放されたらさすがに厳しかったと思いますが、ステロさえ巻いてくれれば、あとはエクスレグが何とかしてくれます。マリルリー、えい。さて、塩くんの役割は終了ですね。さっきの試合も散々地割れで大暴れしたんだ。もういいでしょう。マリルリはこうしてみると苦手な相手ですね。僕の巨人王はドラゴンテラスタル。どっちにしろ弱点は疲れてしまうね。1ターンの猶予を稼げるという点では意味があるけど。ブレイク、わーお、いって。でもこれマリルリでもまあなんとかなりそうなのが怖いよな。ここからテラス切ったら2ターン分の塩付けダメージが稼げるわけよ。まあおそらく今回の試合は切らないでしょうね。おそらくエクスレッグ組んでぶち抜くつもりでしょう。潔く散ろうぜ。僕の思考回路的にはそのはずだ。自分の考えはよくわかるぜ。チーン、もう十分削ったね。こんだけ塩漬け入ったらもう十分ですよ。いや、あまりにもちょっと多すぎるぐらいだぜ。水タイプはより苦しむからな。頑張れエクスレイ。出会い頭の優先度はアクアジェットを上へよって、絶対にこの一撃から逃れることはできないし、交代してもなんかそこそこに痛いぞ。引っ込めたか。誰だ、また4分の1じゃねえかこの野郎。このゴースト多いぜ。困ったちゃんだ。ですがステロが刺さっていたいだろう。いざドッカン。虫テラスによって威力がこれで2倍、つまり出会い頭を2回分食らうことになるぜ。4分の1だからそれでも微妙だなってなるやつな。いざジェッシュリア。すんげ思ったより減ったな。びっくりするわ。鎧砕けてんよ。さて、向こうとしてはここは無念の剣で倒したくなる場面でしょう。不意打っておこう。失礼、うわ。あれば助かるのが不意打ちよ。ここでステルスロックが生きてきますね。さあ、お相手の残り2体はサザンドラと、マリルリですね。どうせテラスタルするサザンドラとマリルリで、サザンドラのタイプはフェアリー、鋼、炎あたりでしょうかね。定番はマリロリか。だがお前がここに出てきても何も怖くねえぜ。足はこっちの方が速いんだ。つまりあんたのジェットの上を行く。そして色眼鏡発動。今一つを無視してぶちかますぜ。知らない人からしたら意味わかんねえ、なんだこいつってなるよな。そう、なんだこの虫ってなる。覚えて帰ってね、サザンドゥーラ。
エクスレッグ君は特殊耐久が皆無なので、さすがに逃げ帰りましょうか。で、絶対的に何もできないポケモンガブリアスがまだいたのでガブちゃん何しに来たんだよ今回。マリルリには勝てねえし、サザンもね、冬プラステラスタルで相性どちゃくそ悪いのよ。ハドゥー、なんもできねえ。ヘッドゥー、そう、フェアリーテラスに対しては一矢報いようとしている型ガブリアスですね。ガブちゃんはこの後別の方に変わるんだよな。さあ今回のお味は、はい、最悪鋼になられたらもうマジでガブ何もできないんだよ。でね、地面ドラゴンプラスアルファのガブだったらフェアリーだとなんならノーダメにされるから、ちょっとでもダメージ入るだけマシなのかね。無念でござる。というかあいつスカーフだね、おそらく。エクスレック君にはもともとアクタイプがついていたが、今はついていないのでおそらく殴られたら一撃で飛ぶ。ですがお相手が鋼、ね、うってつけのセールスポイント、出会い頭、その今一つ向こう、対戦ありがとうございましたということで、お手本のようなエクスレッグ回でしたね。受ける際にはご注意を。ラウドボーンが本当苦手なのでね、もしもいたら選出を検討してもいいかもしれません。ではようやくだね、ようやく本編の映像に戻れますよ。どうぞ。いや、ここまでも本編なんだけど、対戦よろしくお願いします。なんだか全体的に珍しいポケモンがいますね。巨ジオン、エクスレッグ、あとこのヨザルがめちゃくちゃ流行してますね。あいつめちゃくちゃめんどくさいんだよな。どうしたもんかね。殴ったら威力上がるからな。しかもやる気であれやこれやしてくるわけだろ。正直対処方法があんまないね。困った。ノリでなんとかしよう。ブロロロームは対戦で見たことないんですよ。ドータ君も初めてですかね。やっぱマスター隊に来てからいろんなポケモンがまた見れるようになっていいっすね。まあ、この環境もいつまで続くのやら。できることならいろんなポケモン見たいんだが、かくいう私もそういう珍しいポケモンでパーティー組むのがなかなか難しいというのが本音ですね。なんかすでに禁止伝説環境ぐらい、なんか全体的に強いんだよね、 SV 環境は。よろしくお願いします。とりあえずステルスロック巻いてからあれやこれやしていきたいですね。これはこの夜猿の応援テーマでは埋まってますよ。アクアステップしてあれやこれやしてくるんだろうな。塩漬けだ。もう開幕テラスタルいっちゃうぜ。なーに、いきなりかよ。ドータ君、ほう、意外なやつが来たが、まあいいや。タイプ的にはドラゴンにしても特に損はねえだろ。バレーン、ある程度削ったらエクスレック君出番ですよ。噛んじまったぜ。イエーイ。こいつ何するんだろうな。今作不気味にも程があるぜ。ナヌ、ほう、あいつ隠密マント持ってるぞ。ステルスラー、完璧にもう役割は果たした。おそらく冬でしょうね。巨ジオンに対して投げてきたってことはその辺の対策をしているからということでしょう。ならば隠密マントがあるのなら、これでどうだ。なんとかして装備品奪ってやりてえけど、その手段がないね。特許ワッシュキャノン、わい、急所かよ。だが回復するぜ。キノコの胞子を警戒して交代するはず。即戻します。よし、しかも向こうの方が早いんだな。おっ、このヨザルがいないことを確認しましたよ。
撤収。しかしこの対面は有利とは言い難いね。いざ。お相手の手持ちポケモン的にウェイニバルがちょっと厄介か。塩漬けでいきましょう。流星群やるね。落ちたか。ぐわー。しかし特攻ダウン受けてもらおうじゃねえの。お相手はやる気のそれがいないってことは眠りが割と刺さるってことだ。でもエクスレッグ君行くぜ。特権チェス。お前を撃つ。交代しても逃さん。ウェイニバルか。どうたくん当倍受けをしてくるか。だが尖った岩が食い込むし、もらってっけ。硬い。ここはどうしましょうかね。嫌な音。無理やり落とすぞ。交代は読まれそうですしね。エクスレッグで全抜けしてやる。ドータ君の火力であればエクスレッグ君も致命傷は負わないはず。ラスターカノンのさっきの火力を見るにそれは明らかです。ほらよ。さあこれでドータ君はろくに行動できないはずだぜ。よし積んでる。チャンス到来。ぶっ潰してやるぜ。いきます。かかと落とし。せいやったら。オッケー。粉砕完了。この次に出てくるのはウェイニバルかな。ウェイニバルってアイススピナーとか覚えるか。だとすればしんどいんだが。ウェイニバルの対戦経験が少ないのがここに来て辛いですね。ですがあいつを一撃で落とす火力は残念ながらこのポケモン持ってない。ウェイニバル。さあカーニバル野郎め。バレル頼む。ノンストップだぜ。ここから勝てたら大したもんだが、向こうはまだテラスタルが残ってるぜ。いざ。さすがに読まれると思うが、ビルドアクー。これはお相手はキノコの胞子を打っていい場面なのか。特殊だったから装飾ではないと思うんだがって思ったけど、ヌメルゴンに交代したってことはあれ特殊だけど装飾だな。なるほど。つまりこの対面でギガドレインは危ねえってことか。だったらヘドバグだ。マジ？うらえ！胞子だったか。しかし胞子があるのに突っ張ってるってのが非常に怖いんだが。どこまでビルドアップしてたあいつ。ドキだ。うわ。そこまで火力上げてもなお足りんと思うが。ぬ？ほう。お盆。そこまで待って一体何をしようというんだ。お前羽休めとかあんの。へえ。いたかろうて。というか方針見せてないんだよな。撃つか。これで防塵ゴーグルだったら正直かなり苦しい。よし。なんかお互いなんかまだ見えてない何かに怯え続ける日々だったな。ギガドレイン引っ込めたか。ここで装飾だと思うがね。あいつイワが食い込む。やはりか。攻撃が上がっちまったが
ふむ。一旦光合成。おっしゃ、両方に刺さっちまってる。うわ、きつい。こうしてみるとヌメルゴン厄介だな。くぅ、なんとか火傷のダメージはなかったことにできているが、このままでは持ちませんね。ヘドロ爆弾。いてぇ。くらえ。どれだ、毒れ。よし、目には目を。これでヌメルゴンがこちらを倒そうとすると、毒のダメージで致命傷までいくでしょう。よし、運は平等だぜ。なんならあんたの方がいい運引いてんだよ、この野郎。ギガドレインでいい。よし、よく頑張った。あとは後ろに任せな。毒があんたの体力をじわじわと奪う。毒のダメージは結構大きいですからね。塩漬け級。さあ、場は整った。お前の力見せてやれ。いざ、出会い頭サイヤー。 OK、 あとはスヤスヤのあいつだけだ。なんとかなるのか。 Rainbow。ほとんど体力残ってやがる。かかと落とし。この時点ではこちらの方が早いはず。いくぜ。よし、オッケー。ふう、さてここで目にもの見せてやりそうだぜ。不意打ち。セイ、色眼鏡だから威力は落ちていない。よし、対戦ありがとうございました。エクスレック君完璧だったぜ。お前で勝てたな、最高だ。正直巨人音君が早々に落ちた時は、あの頼れる塩がってなったんですけどね。よかったよかった。